皆さんこんにちは、モレノです。本日はレビューアクティブオバメヤンについてレビューしていきます。現在作成コストが9万コインになります。非常に安価な SBC となっております。でなおかつこのオバメヤンケミストリーがかなりいいです。例えばまあこういうふうにリーガンの選手を外しても、まあ1人リーガンの選手がいればオバメヤンはケミストリー3になりますので、まあ本当に毎年オバメヤンってケミストリー悪いからチーム置けないよねっていう懸念は今回のカードは全くないのがすごくいいなと思いました。でもちろんアイコンカードでも大丈夫ですので、アイコン1枚いてオバメヤン置けばオバメヤンのケミストリーは3になります。もうほとんどアイコン状態ですね。で、能力見ていきます。身長187センチ、ハイローワークレートの逆足4、スキル4、ストライカーセンターフォワードの基礎ポジションになります。まあここら辺は普通ですね。オバメヤン意外と身長があるっていうのは、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うんですけどっていうところと、このカード迅速プラスになってます。ノーマルカードではプレイスタイルプラスはついていないんですが、このカードから迅速プラスついていて、でなおかつスピードがカンストして、まあ、シュート能力も非常に高くで、まあ、パスも悪くない数値持ってます。でドリブルに関してはもう少し上げてもいいのかなとは思いつつも、オバメヤンなのでどちらかというとドリブルで突破というよりはもうボールを前に蹴って突破する選手だと思いますので、今回ハンターつけてきました。で地味にヘディング精度だったりジャンプというところが高いので、サイド起用っていうところにおいても見ていければなと思ってます。でもしケミストリー合わない場合途中で変えていきます。追加情報、ケミストリーが優秀ですということです。でこのカードとにかくプレイスタイルがいいなと思いました。今年プレイスタイル本当に大きいので、これが例えばプレイスタイルない選手とこのプレイスタイル5個持った状態では全く違うカードになると思います。でなおかつこのオバメヤンの場合、高精度ループ、まあ、迅速は関係ないですけどフレア、トリベーラですね、ここのシュート系のプレイスタイル非常に多く持ってるんですよ。なのでシュート能力もある、かつシュートプレイスタイル持っているので、シュートは期待できるんじゃないですかね。でなおかつこの、まあ、迅速プラスを持っていることによって、やっぱりそのスピードっていうところに大きな影響をもたらしてくれるのではないかなと思ってます。で今回使っていくチームこちらです。先ほどお話したようにケミストリーは全く問題ないです。でどこで使っていくか、今回左ミッドストライカー4231、あとは442の左右とストライカーに置いていきました。特に指示はつけていないです。4231の時はディフェンスに戻るつけています、クロスに合わせると。で、もうもちろん2ポジションあると思うので、まあ、どっちが適正か含めて話していければなと思います。では見ていきます。これはロベカルで、中にいるのがオバメヤンですね。この選手ですね。ドリブルに関しては悪くはなかったです。思ったよりはできるなと思ったんですけど、やっぱりそのオバメヤンなのでドリブルはするべきではないなと思いましたし、その身長がある分不器用さっていうのは感じられました。どちらかというと、まあ、ドリブルするっていうより他で生かしていくっていうのを意識した方がいいかなと思いました。このシーンストライカーにいてこの位置で受けて、やっぱりそのファーストタッチであったりこの迅速プラスのプレイスタイルはこの選手にとってはすごく大きないい影響を与えてるなと思いました。スピード感が溢れていたので、本当にもういかにフリースペースを作ってスピード勝負できるかっていうのがこの選手の最大の特徴だったのかなと思います。で、まあ、このシーン打っていって中、まあ、野心ナイスセーブですね。でアビリから、まあ、中央にオバメヤンがいて、この選手ワークレートがハイローなのでやっぱすごくいい動きするんですよ、ストライカーになった時で。唯一言うのであれば裏抜けが若干物足りなさはあったかなと思います。指示を今回ほとんど何もつけていないので、もしもっと裏抜けしてほしいっていうことであれば指示をつけた方がいいと思います。ただ、まあ、ストライカーに置いといて動き方的には全く問題ないですね。今パス出してるのがオバメヤンで、後ろからサポート入ってきて、でここから抜けていって、ここよく決めましたね。この選手高精度はプラスは持ってないですけど、高精度トレートで持ってて、
あの固有のアニメーションではないと思うんですけど、すごく巻くようなシュートを打つんですよ。でここも今のシュートアニメーションちょっとよく上がらなかったんですけど、まあ、入ったんで、でそこのやっぱりシュート能力の高さっていうのは本当に感じました。あの決定力98っていうのもあるんですけど、それ以上にシュートトレートがこの選手の場合すごくいい影響をもたらしてくれましたね。で今のシーンも、まあ、最後で今の惜しかったですけど、やっぱそのスピードっていうのをサイドで置いてて際立ってましたね。で今回ストライカーとサイド両方で使っていきましたが、正直どっちもすごく良かったです。でここも高精度持っているので、まあ、あのシーンになれば、まあ、ちょっとソンだったりサラーみたいに異次元なシュートを打たないんですけど、十分あのコーナーキックを取れるシュートを打てるので、この選手の場合。え、なおかつこれですね、今の正直入ると僕全く思わなかったんで、とりあえず打ってみようと思ったら入りました。でサイド、うん、あのまあ割とネイマールとかソン・フンミンみたいな選手がいれば、僕はオバメヤンサイドも全然いいと思います。ここもいいシーンですね。でこの選手に唯一ストライカーとして足りないなというとしたら、本当に逆足5ですね。逆足5があればもうとんでもないカードですよ、このカード。本当に止められないと思います。ただサイドどいつでもここちゃんとファール取れますし、少なくとも9万コインでこのレベルのストライカーなかなかいないだろうなと思うレベルにはストライカーに置いてても思いました。ここも冷静に決めてくれてます。いいですね、本当にあのいいカーブだなっていうのがそうですね、まあ、決してトップメーターではないんですけど、この値段でこのカードいたら、まあ、相手にいても嫌ですしね、止められないん で本当に決定力っていうのは、決定力とスピードはもうとてつもなく良かったの で最後、まあ、サラーから縦にオバメヤン走っていって、ここも速いですよね。でチップのトレード持ってるので素晴らしいです。では最後オバメヤンまとめていきます。現在の価格が9万コインです。悩んでるなら間違いなく作ってもいいと思います。素晴らしい SBC だなと思いました。ケミストリー的な懸念っていうのもないですし、やっぱりスピード感本当に溢れてるなと思いました。でなおかつ決定力98であったり、このプレイスタイルの良さ、まあ冷静さも高いですし、シュート能力っていうのは自分の想像よりはるか上に行ってました。おそらく右足だけなら、あの本当にトップレベルのシュート能力は持ってるなと思いました。で逆足もあるので、左で打っても全然入りますので、そこは気にせず打っていいと思います。ただ右と同じレベルかっていうと、あの違うだけで、左もすごくいいもの持ってました。で、あのこういうタイプのでかく、まあ、でかくて、まあ、強さっていう意味ではそこまでないんですけど、でかくて速い選手、まあ、ラファエル・レオとかもそうですけど、やっぱこういう選手がサイドにいると僕は一番嫌だなと思いますね。クロス上げても止められないし、スピードあるし、でなおかつこの場面の場合決定力も持ってますので、うん、このカード相手にいてサイドにいたら僕は嫌だなと思いますね。で、まあ、嫌だなと思う選手が強いので、やっぱこの場面はいいですよ。ボレーも99ありますし、もうサイドでも全然いいです。うん、本当にあの久々っていうか、デヨングぶりにいい SBC が来てるなと思いました。でまあレディオアクティブどうかなと思いましたけど、ここまでケミストリー的に優秀なのであれば、今後まあこれだけのチームもできますから、あの簡単にケミストリーを置けるっていう意味では、まあこの何であったり、まあザハとかも面白いだろうなと思いました。こういう感じで終えていきます。で急上昇ランキング1位のこの男ですが、僕はレビューしないです。このね SBC はね全くおすすめできない。黒の現状2倍の価格、もちろん素材を入れつつ、まあ、作っていく SBC にはなるんですが、この価格にさせるなら間違いなく90で登場させるべきでしたね。90でペースが83とかあれば、うん、考えてもよかったと思うんですけど、同じカードが、まあ、もちろん1ずつ上がっているんですが、ほぼ半値であって、多分違い使ってもほとんどわからないと思うん でなおかつ、まあ、トレイルブレイザーはちょっと毛色が違うカードになりますので、いうことを考えると、まあ50万の SBC0 から全て素材出せますっていう人なら可能性は
あるとは思うんですけど、25万出します現金ってなった場合に間違いなく黒買った方がいいと思います。でまあ飽きたら売ればいいですし、まあ今後グリーズマン今年の活躍見てるとどんどん新しいカード出るでしょうから、それを待ってもいいと思いますという感じに置いていきます。ちょっとレディオアクティブまあいろいろ見てるんですけど、誰レビューするか全く決めてないので、もし見たい選手いればメッシ以外バルベルでもいいかな、まあ他の選手ならできますね。カンテ130万するんですよ。まあ予測プラスついてるとはいえ、このカード無料で手に入りますからね、カンテの場合。88のこのカードと、まあもちろんディフェンス能力上がったりしてるんですけど、このカードの方が守備能力、パス能力高いんで、考えるとやっぱこの緑カンテ、エボリューションカンテがいかにお得かっていうのを思い知らされますね。もう素晴らしいですね。もちろんプレイスタイルプラスは変わってるんですが、それでもだと思いますよ。130万出すカードではないと思います。ベンゼマもそうですね。ベンゼマも120万、ここまで価値あるのかっていうところに思ってます。ちょっと何でも使おうかな。何楽しそうっすね、このカードは。ちょっと今年何、逆足5じゃなくてスキル5じゃなくなっちゃったのが残念ですけどね。っていう感じで、まあぼちぼちと誰かレビューしていけたらなと思いますね。何かあればぜひコメントお待ちしてます。もうコメント待ってます。ではまた。